星野源が各地を熱狂させた2019年のワールドツアーに密着する特番、星野源スペシャルチルダワールドツアーライブ&インタビューチルダ NHK 総合が2月15日土曜日23時から放送される。男性ソロアーティストとして史上5人目となる5大ドームツアーを成し遂げ、 NHK 紅白歌合戦でのパフォーマンスも注目を集めた星野。昨年11月から行った世界ツアー、星野源、ポップウイルス、ワールドトゥールは上海、ニューヨーク、横浜、台北の4都市で開催され、成功裏に終了した。昨年、国内外の注目アーティストたちと様々なコラボレーションを行い、楽曲を発表。そんな新曲たちを携えてのワールドツアーだったが、それぞれの街の観衆は熱狂的に星野の音楽を迎え入れた。番組ではツアー後の星野にロングインタビューを敢行。なぜ今ワールドツアーなのか、どんな思いで海外の観客と向かい合ったのか、星野は昨年の1年間どのように音楽と向き合ってきたか、そしてどのように自分が変わったかなど、率直な思いを語る。